現代音楽嫁お話の部屋現音エア。皆さんこんにちは、日本現代音楽協会の松尾正隆です。今回も、作曲家で東京会会員理事の中川俊夫さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして同じく、作曲家で、東京会会員そして理事の山内正弘さん、よろしくお願いします。お越しいただきました。さて、よもやま話の部屋ですけどもね、素朴な疑問シリーズですね。演奏会でどのタイミングで拍手したらいいかよく迷います。何か法則はあるのですか。まあ、この番組にお寄せいただいた質問ですのでね、はい、まあ、おそらく基本的にはクラシック音楽系のコンサートということだと思うんですけど、ちょっと全般的な話をすると、そのジャズとかポップスのイベントとかの拍手をするタイミングとクラシック音楽の拍手をするタイミングってまた全然違ってますし、流儀も違うところがありますよね。まあ、まずはそのクラシック音楽系のコンサートでの拍手、どういうタイミングでしたらいいのかっていうところから話を始めましょうか。中川さんは何かお考えありますか。はい、拍手をその曲が終わるや否や、うん、拍手をさ、なんかするのが目的みたいな人もいますよね。いましたね。まあ、今はもういるかもしれないけど、ラボーとこうなんか、まあ、自己表現なんでしょうけどもね、終わった時にこう音が行き着く先ってあるじゃないですか、こう曲の最後でね、うん、こうそれを見届けないでうわーっといきなり拍手する、なんか拍手すること自体が目的のようなね、人もいますよね。ありますよね。最近は割とそれ少なくなったと思うんですけれども、うんうん、まあ、我々の世代がちょうどそのクラシック音楽のコンサートに足を向け始めた頃って結構多かったじゃないですか。某有名日本のオーケストラコンサートの定期演奏会で必ず来ている人がもう、うん、曲終わった、俺はこの曲を知ってるんだみたいなことで、うん、終わった瞬間を狙ってバーバーって叫ぶような人いましたよね。イベントとしてね、せっかく例えばお金を一生懸命貯めてね、お小遣いで貯めてこうコンサート来た、じゃあ それイベントだから自分を主張したいって気持ちはよくわかります、うん、だけど音楽を聴きに来たのでね、そうということでしょ。それ、ね、そうです ねあります、ありますよね。やっぱりそのね、音の行き先を聞き届けたい、見届けたいっておっしゃったけれども、うんうんうん、そうです。その最後の響き終わった後の残響というか余韻が静まるまでがやっぱり演奏だと思いたいですよね。うん、そうだと思いますね。うん、でもそういう一部の方たちのことを心ある音楽ファンは揶揄して TBS と称してましたね、当時。東京ブラボーサービスと称してましたけど、まあ、最近は割とそういうか、そういうケースは少なくはなってきたと思うんですけどね。なんか浸透してきましたね、うん、マナーが、基本マナーが。あと1楽章と2楽章の間で拍手するっていうのね。それもありますね。面白いですけどね。クラシック音楽の演奏会に慣れてらっしゃらない方が、うん、初めてコンサート聴きに出した時にやっぱり多楽章の曲で、うん、全曲終わった後に拍手するっていう流儀をご存じない方ってケースがあるんですよね。そうすると1楽章終わった時にこう拍手して、あれ周りの方はなんで拍手しないんだろうと思ってこうちょっとね、キョロキョロされたりなんてことはありえますよね。うん、山下さんは何かエピソードとか、はい、そうですね、ございますか。中川さんの話でその最後のね拍手ってが早いっていうのがあって、うん、よくフライングブラボーっていうらしいんですけど、うん、もう終わった途端にそのブラボーを先に一番誰よりも先に言いたいって命をかけてる人がいるみたいで、うんでまあ、確かにフォルテでね、ラベル登るみたいな、ジャ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 ン、バラーっとラリーと思うんですけど、静かに終わるような曲ではね、こう呼吸を整えてから、ただそうなるとブラボーも言いにくいのかもしれないんだけども、あれはちょっと困りもんですよね。そう、思想でそれは無理でしょうね。うん、そう。それでもう一つの話題で、その楽章の間っていうのはよく論議になるんだけど、まあ、ただあれは本当に感動したならば途中で拍手してもいいんじゃないかっていう意見もあって、うんうん、ありますね。特に競争曲でね、すごい素晴らしいカデンツァがあって、うん、で一楽章が終わった時なんかには、うん、拍手をするケースはありますね。そうですね。それはいいですよね。なんか納得できる雰囲気があるんじゃない、うん、それは。それこそ僕なんかチャイコフスキーの人なんか三楽章も終えて拍手したいですよね。まあまあそうですね。それこそね。
チャイコフスキーって言えばその5番なんかであのエンディングで4楽章の終わりで終わったと思われるような瞬間があるじゃないですか、はい、で、はい、あそこで拍手しちゃう人がいるって言われるんです。あれはね難しいんですよ。私も何度か、それはね、難しい。私も何度か経験しました。それで前おかしかったのが、お高さんだったか岩木さんだったかが、うん、そうさせないような方法があるっていうんですよね、うん、で、ジャーってどうやるかって言ったら、パッと切って止まるじゃないですか。それ止めないで、パッとこうやるんだそうですよ。ちょっと、棒が止まってないよってことをわざと大振りで見せるんだって。ああ、そうか、それはいいね。チャラララララって入るっていうね。まあ、確かに演奏家としてもね、あの変なとこで拍手出たら嫌だと、さっきの感動のあまり学習の途中で出たらそれは嬉しいかもしれないし、うん、でそういう場合の反応もね面白くて、ちゃんと一応お辞儀する、まあ、演奏会指揮者の人とやっぱりちょっとなんかこうみたいな人もいてね、うん、基本的にはやっぱり最後にいいタイミングで拍手するのがいいんでしょうけど ね、 ですね。今のはそのカデンツァで ソリストの後に拍手っていうのは、うん、まあ、オペラのアリアみたいな、うん、そうですね。アリアでも途中で ね、 ね、うん、ミュージカルなんかもしょっちゅうやってますもんね、うん、歌ってる最中、その間中断しても音楽は別に繋がってるわけだから、うん、中断しても大丈夫。今山内さんの話になったね、そのチャイコフスキーの5番、うん、あれ本当にあって、私はね本当に強烈な思い出があって、ムラビンスキー式、リングラード交響楽団の来日公演に、またね、僕中学ぐらいだったと思うんだけど、年代的にそれぐらい、上野の文化会館に聞きに行ったんですよ、うん、したらそんなすごい機会なのにね、うん、そこでその我先に拍手したいのがやっぱりいまして、あ、それおっしゃってたところ、うん、4楽章の、うん、あのコーダの直前の、ね、あのパウズあるじゃないですか、ね、ありますよね、あそこでね拍手しちゃった人がいたんですよ、でね確かね、その瞬間だったか、全曲が終わった後だったか、さすがのムラビンスキーもね、客席のその声のした方向をね、うん、ジロッと睨みつけてましたね。それ今のにそのシーンはなんとなくこう、あの脳裏に焼き付いてますね。うん、やっぱり残念ですよね、そういうことがあるとね。そうですね、それはね、うん、知らなかったにしろね、うん、その人ね、うんうん。でもね、惜しいというか残念。でもそのブラボーという叫び方は普段からそういうことやってる人の叫び方だったんで、まあ、ある意味確信犯ですよね、うん、ただ間違えてしまったということでね。でそれがあの先ほど少しずつその話題に入ってきましたけど、そのポピュラー系のとかミュージカルとかね、そういうのになる、そういうことになってくると見せ場のたんびにこう拍手したりとかね、うん、特にジャズとかそっちの系統だと演奏が進んでる間でも何かこうソリスティックなところがあったら拍手していいとかね、うん、いうのがありますよ ね、 すね、あれはあれでまた楽しいですよね、いいと思いますよ、だからそういうなんて言うんだろう、曲のジャンルに応じてのこう TPO が分かってくるとまたな楽しいかなってのはありますね、ただそういうことで考えてみたら誰からも教えてくれない傾向があるので、そうですね、音楽の授業で教えてもらった覚えないですもんね。学校の授業でそういうことを習ったってこともないですからね。まあ、誰かそういうことにながら詳しいお友達かなんかがいて、だんだんそういうことが分かっていくっていうネットワークがあるといいですね。そうですね。自然にね。そうですね。必ずしもその現代音楽そのものへの質問ではなくて、このようなあの音楽の楽しみ方についての質問も大歓迎ですので、また何か皆さんありましたら、ご連に。連絡先が出ていると思いますので、疑問でも質問でも、あるいはこんなことがありましたというご自身の体験談でもお寄せいただければ嬉しいと思います。